とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されまして、攻略をやってます。今日は22階から30階まで行きましょう。ここは何もいらないかな。はいはいはい。最近ここよく出るね。結構嫌なんだよね、これ。まあでもこれで敵を倒していけばいいんだよね。でも当てるのが難しいんだこれって。ちょっと敵多いよ。マジでやば。ちょっと待て、お前の攻撃が相当痛い。ちょっと待て、ピグリの攻撃めちゃくちゃ痛いよ。やばい、追い詰められた。あいつ、あんな攻撃力ないでしょうよ、普通さ。めちゃくちゃ攻撃力があった。とんでもねえわ、あいつ。よし。いや、もうこれね、安全に、矢で攻撃していった方が断然いいわ。よっしゃ！いけ！いやー。氷のやつを投げてくるピグリン、あいつがあんなにダメージ出す、まあ、あれで相当ピンチになったんだけど。いや、やばかったね、ここ。よし。まあこの爆発をうまいこと使っていけば、もうちょっと早く倒せるのかもしれないけど、難しいもんね、当てるのがさ。ではボス、2回しか出ないタイプ。ミステリーよくないね。そろそろ防具変えたいんだよな。変えよう。登山装備は別にそんなにねメリットはなかったので、クールダウン2ぐらいかなので、こっちがいいね。ライフブーストも、まあ、いざとなると入れてもいいかもしれないので、で行きましょう。槍は基本的に使わなくていいと思うんで、もう弓で行こう。行きます。ガスト出んなよ。ガストがここで出てきたら嫌だな。まあその時はもう突っ込むしかない。 OKOK。 途中にね、キノコがあったのがちょっと気になるんだよね。あのキノコは取っといた方が良かったのかな。いや、今回は矢が結構出てるんでいらないよね。矢が少なくって、どうしても近接で戦っていかなきゃいけないときは必要になるけども、そうじゃない今回は大丈夫だね。おいおい、敵やたら出るな。出すぎじゃないかい、敵が。ちょいちょいちょい、オッケー。ああ、ここは痛くないね。さっきのところがやたら痛かったんだよね。おお、いって敵がたたった。まだなんかいるの？じゃあ、オッケー。また矢が出てきてくれた。もうこれはクリアするまで矢がなくなることはないね。よし、終わりだ。23回問題なし。あー、雷の矢ずつ欲しいかも。ゴーレムさん変える？いや、ゴーレムの盾は欲しいな。一応ゴーレムの HP を更新してそのままいきます。雷の矢ずつも欲しかったけど仕方ない。まあまあ、どっちかよ。安全を取るか攻撃力を取るか。おいおいおい、あーでも雷のやつってよかったな。いや絶対よかったでしょ。ゴーレムが変なとこ行って、でもここはどうしても落ちるもんね、ゴーレムが下に。仕方ない。あ、特に問題なくここは終わりそうですね。よっしゃ。
槍に重力つけたんで、それでまあ若干なりとも足止めできるんで、まあまあよかったね。終わりだ。24回クリアでーす。いらない、ここは間違いない、いりません。おいおいおい、また同じような場所が来たな。戦いづらいんだ、どうせね、ゴーレムも落ちちゃうし。お前かよ、嫌なやつ。また場所も嫌だね。おいおいおい、ちょっと待って、ここマジで戦いにくい。いやー、ここ戦いにくいよ。オッケーオッケーオッケー、もうちょいもうちょい。ゴーレムがうまいこと駆け取ってくれるんで、それでだいぶマシかな。あ、でもこいつだけだ、ここおそらく。よし、もういないでしょ。はい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 、まあまあボス戦みたいな感じかな。うんうんうん、あ、いや違う、26回ボスだわ。こういうこともありなんだ。いや、パワーがついてるけども、長男の方が道中使いやすいしね。剣に変えてもいいかな。いや、ステイでいきます。うん、で次が黄金ね。防具もいいかなと思うけども、やっぱり攻撃力上げないと意味ないので。ああ5しか上がらなかったか。何がついた、追い打ち。ああいいんじゃない。うん、 1.5 倍、まあまあいいでしょう。え、次の回ボスってなってなかったっけ。あ、違うか、さっきの回がやっぱボスだったんだ。あ、そうか、俺なんかちょっと見間違いしてたみたいですね。はい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 、ここはもうとにかく矢を使ってどんどん行こうね。トロッコには引かれないように気をつけて、とにかく矢をね打ちまくれば勝てる。いや、しかしよ、毒のダメージがちょっと辛すぎる。 OK、 いいよ、パワーポーション次まで残したいな。パワーポーションの効果があるうちに次に行きましょう。いらない。22秒、よし、オッケーオッケー、効果があるうちにあいつを倒す。うん、あ、今回あれだね、後半になるにつれてそんなに難しくないかも。うん、あ、でもうん、ボス戦ちょっとめんどくさかったな。やば、まあ、装備が揃えば、まあ、何にしろ簡単だもんね。いいね、終わりや。はい、29回、あーん、愛のメダルね。クレイモアもいいね、クレイモア買えます。で、エンチャントポイントだいぶ溜まってるけども、別に使うやつ、吸血は入れとこう。そんなにいらないんだよね。でも、この際だから入れとけ。ある程度ね。いや、ここのステージも久しぶりだな。うん、すごく久しぶりに見た気がする。でも、クレイモは変えたはいいけど、別に使いはしないか。で、今回、あれ出なかったね。エンチャントの書。あれ出なかったな。だいたい1回ぐらいは出るもんかなと思ってたんだけど、出なかったですね。やば。でもクールダウンついてるのでいけるね。よっしゃ。で、パワーポーションも来た。
敵は多い。うん。けども、なんとでもなる感じだ。はい、29回クリアでーす。30回に行きましょう。誰だ、ボスは。ボス誰だ。クールダウンついてるやつだったら変えてもいいね。はい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 。8700なら軽減なしで OK。で、クールダウンは2でいきましょう。で、防護。だね、こっちはいらない。メインウェポンのこれを上げときましょう。で、衝撃波も入れたかったけども、まあ、意味ないんで、これでいい。この前のボスがね、違うやつだって、だったんで、ここのステージが、なんか新鮮に見える。なんだ？一体か。ああ。別に返したことないやつが出てきたね。よし。はーい。ダメじゃない？これゴーレム。無理じゃないか？ちょっと待って、長えな。あぶね。意外と痛い。これたまにゴーレム抜けてくるよね。やばい。あ、危なかった。でも油断したらダメ。油断したら死ねるね。でゴーレム行って、ゴーレムの盾で行け。いやー、そんなにダメージが取れない。待って、ゴーレムちゃん。よし。いや、ゴーレムが動かない。おしょ、あ、危ない危ない危ないよ。ゴーレムこれでやられるね。でもすぐに回復するんで OK でしょう。いけ。いやー、召喚する敵がいつもより多くない？なんか多い気がするんだけど。よし、いける。あー、もう少しなのよ。あー、危ねえ危ねえ、死ぬ死ぬ死ぬ。いやいや、あー、危ない、めちゃくちゃ危ねえよ。びっくりした。やばいやばい、あと一発くらいは死ぬ。ちょい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 、よし。うん、嫌なやつら。よし。ああ、もう、でももう終わる、もう終わる。よし、もう終わりだ。あと1回無敵になる。はいはい、いいさいいさ、これが終われば倒せるし。いやー、こいつも HP 高くなったね。よし、クリーパーをまずは倒しとけ。ちょいちょいちょい、倒したー。 HP 高いということで、ノーミスでいけましたね。よかった。報酬頼む。何が来るかな。しょぼいな。しょぼいな。いやー、ダメっすね。はい、ということで、今日は新しくなったタワー更新しましたので、周回してみました。最初のボスがめんどくさかったと、途中のうちのボスもね、 HP が高くてやりにくいね。うん、今回もちょっと、20周とか回るのは厳しいかな。はい。まあ、とりあえずですね、次は攻略なんかも出していこうと思いますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。